おかず力とは、そのおかずでどれだけのご飯を食べられるかを数値化したものである。いつも皆さん大変お世話になっております。はい、始まりました。おかず力チャンネル。イカレビジネス。おかず力チャンネルの時間始まります。はい、始まりました。おかずきチャンネルの新たなイントロ。いつもと全然違うことする。ピピピピ、太ってる人、年末年始の集まりで親戚に太ってることを。あ、もう一回うるせえ。あ、吐きよ。ピピピピ、太ってる人、年末年始お前どうした。ピピピピ、ちょっとなんかできなくなってきた。ピピピ、太ってる人、年末年始の集まりで親戚に太ってることを責められがち。おかず力調査隊長の今本です。よろしくお願いいたします。大事件ですよ。増税、果たし状が届きました。果たし状今だけ。いやね、この令和にこんな果たし状を送ってくる輩のね、文面がどんなもんかって。果たし状だ、はい、一体何書いてんだって見てやろうと思います。もう言えないようなひどいことが書いてある可能性がある。いや、本当、マジ、皆さん気をつけてください。まだ読んでねえのよ。おかず力調査隊様。あ、一応読から読めない。この背景、暴月の折、次回ますますご清聴のことと存じます。今年度より福岡サンズのスポンサーをさせていただいております、博多丸北水産株式会社と申します。スポンサーだ、スポンサーだ。弊社は博多あご落としというからし明太子を中心とした食品メーカーでございます。この度は YouTube おかず力にてぜひとも弊社のからし明太子博多あご落としをお召し上がりいただ、召し上がりいただきたいと思い商品をお届けいたしました。からし明太子博多あご落としはあごが落ちるほど美味しいというお客様のお声から命名いたしましたからし明太子です。ご賞味いただければ幸甚です。まつひつながらおかず力調査隊のますますのご活躍をお祈り申し上げます。敬具と。これはどうやら果たし状ではないですな。果たし状に敬具と背景はつかないからね。明太子の提供をいただいたという理解でよろしいか。我々が一番好きなご提供会、これはということで、本日はスポンサー様の明太子提供会、よいしょー。提供です、はい、提供明星大学、はい、ここがすごい。ファミマで CM を流す謎の財力、ここがすごい。はい、というわけでね、本日は博多丸北水産株式会社様の明太子博多あご落としを食べていきたいと思います。やっしゃー。その博多あご落とし、わー、すごい高級感のある洗練されたパッケージ、はい、うわあ、さらにね、はい、さらにこう紙があるということで、説明書先に読むタイプで、あ、言ってましたね。ツヤのある薄皮、口の中でプチプチと弾ける粒、あごたんのおつるほどうまかと言われる自慢のからし明太子は、鮮度と熟度にこだわったスケトウダラの卵が美味しさの決め手です。私どもの自慢のからし明太子を存分にお楽しみください。うわ、もう腹減る。存分に楽しみて、早く。腹の減る文章が書いてあります。天才が書いてある。やばい。これは国語の教科書に載せるべき。うん。はい、じゃあ大久保くんからね、一行ずつ読んでください。せやなあるんすか。せやなある。おー、ペクー。うわー。おー。すご
ごくない？しかも袋にまでちゃんと。うわすごい、刃物らしく、すごい。おー、うわー、うわ、これもう顎落ちるかもしれんから、ちょっとなんか救急車だけ呼んできます。先に呼んでいて。かなり大きい。そしてうわすごいね、堂々とした明太子。そしたらオープンしていきます。オープン、ペンペンペン、冬なのでね、ちょっと湯気が多めに出ておりますが、皆さん安心してください、有害なものではございませんよ。炊飯器の湯気見て、うわこれ有害なのかなって思う人いねえだろ。初回は明太子、初登場はスーパーの明太子ですね、うん、で2回目が大市の明太子、3回目はこちらマルキタ水産さんの博多アゴ落としです。このアゴ落としさんはCM が YouTube に上がってるので、これ見てみてください。アゴタンのおつるごとうまかってやつ。いただきます。いただきます。ちょっとアゴが本当落ちないようにだけしないといけない。あ、すいません、切れてない。いや、このね、皮が切れてないのも明太子の大向きなので全然童心に変えるこれで。いただきます。いただきます。めちゃくちゃ香り豊か。なんか粒のことを説明書に書いてあったのをもうなずけるぐらい粒が、うんうん、存在感ありますね。もう粒感、豊かな香りで程よい辛さ、うん、よいしょ、程よい辛すぎない感じ、ね、辛すぎない。これは全国民がうまいと言える明太子ですよ。うわうまっ、これはうまいな。こんな素晴らしい明太子を作ってくださる企業さんが我々スポンサーなのに、スポンサーだなんて誇りや、誇りや、うめえマジで。めっちゃご飯食べてやろうって。あっ、止まらない。ということで、一杯目完食。一杯目完食。すごい気にして今食べてる途中なのに、どちらかの腹が空いたね。私です。いや、応援してください来年。いや、ほんとね、博多顎落としを背負ってね、うん、もう関東関西の強豪チームの顎を落としてやりますんで、来年もよろしくお願いします。どうだろう、落とすみたいな。これ、え？夫婦喧嘩が起こっています。ヒーターをね、隊長が今ヒーターを運んでおります。ちょっと少なくなってますか。もうからです。お米が炊き上がりましたので、よいしょ、3杯目、4杯目食べていきたいと思います。お願いします。そんなこんなでお互いに、体調は5杯目っぽいですね。あ、マジ？途中から数えるのがやめたから分かんない。ちょっとね、体調の顎が落ちてしまったので、私の方で進行させていただきますけれども、お願いします。まあ、途中でもあったんですけど、つけだれの、まあ、まろやかさというか甘さみたいなところと、まあ、粒がこうふわふわしてる感じが、まあ、特徴的だったかなと思います。喋れますかね。喋れます。喋れます、はい、本当に博多顎落としのね、名の通りで顎が落ちました。ちょっとなんか顎探してください。顎これか。よし、はめてください。あごはまれ。はまった、はまった、食べました。いかがでしたでしょうか。はい、本日は、博多マルキタ水産様から、明太子のご提供いただきまして、おかず力調査やっていきましたけれども、肝心のおかず力発表していきたいと思います。発表してください。食べたお米の量発表します。はい、お願いします。あら、かわいい。1219g。 よー、 1.2kg。
ます。息をするように言って2キロ米食う。平本隊長。はい。1455g。よいしょ。ご飯をいっぱい食べてるなっていう感覚が普段よりないというか、うん、気がついたらここまで連れてこられたみたいな。到達してました。じゃあおかず力の発表お願いします。博多顎落としのおかず力は2人の平均を取りまして13,370。よいしょー、13,370。かなりの数値が出てしまいましたね。明太子はやっぱ安定して、多分、まあ、ちょっと前回前々回はどんぐらいですか。明太子というもの自体のおかず力が高い、高いねのに加えて、まあ、今回博多顎落としの、まあ、美味しさに触れてしまって顎を失ったと。いやー、明太子いいですよね。もう私も明太子好きですよ。いやー、私の方が好きです。だって私はあのおかず力測定の前に、あの今日明太子食べるって分かってても、大量のたらこパスタ実は食べてますからっていう方や。本当？本当。やば。昼めちゃくちゃ自分でたらこパスタ作って食べた。もう抑えきれなくて、魚卵ラブですよっていう方や。続いてた。おいおい、岩門、ただでさえ岩門が顎関節症で病院に行ってるのに、お前まだ顎外れてどうすんだって。顎に不安を抱えたままこの先夫婦としてやっていけんのかよという方もね。何、あ、なんだ。まだ始まりました。もう一段階なんかあるのかな。ないよ。ないよ。はい、チャンネル登録、高評価、我々の SNS のフォロー、そして博多丸北水産様の博多顎落とし購入をぜひよろしくお願いいたしま す。それでは博多顎落とし、皆さんお買い求めください。お願いします。あー、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 落とし、今日あなたを落としてる、あーごーあーごー落とし、今日明日あなたを落としてる、あご落としでよかったのに。